はい、どうもゆうすけです。まずこれを収録しているのが9月の29日の深夜0時過ぎとなっております。この動画を出す頃、並びに皆様がこの動画をご覧になられている頃にはすでにワイドエリア福岡の詳細が発表されている可能性がございますので、その点をご了承の上この動画を見ていただければ幸いでございます。皆様ご存知の通り、11月の16日と17日に福岡でポケモン GO のリアルイベントワイドエリア福岡が開催されます。ところがですね、イベントまで2ヶ月を切っております。もう1ヶ月半しかないんですよね。その段階でまだイベントの詳細発表並びにチケットの販売がされていないという状況になっております。これはおそらく今までのナイアンティックのリアルイベントを見ても1ヶ月半前までにチケットも販売されない、詳細も発表されないというのは過去なかったと思うので、まあ、正直異常な事態なんじゃないのかなと個人的には思っております。日時と福岡で開催するという発表の直後ですね、まあ、多くの方が福岡市内のホテル並びに、まあ、航空機、福岡までの航空機ですね、予約をしたと思うんですよ。例えばホテルとかはね、まだキャンセル料が発生しないものもあると思うんですけども、ただおそらくツアーのパックだったり、それから航空機の早割ですねに関しては、まあ、キャンセル料が発生するものもすでに出ている時期だと思うんですよね。特に LCC を利用している方に関してはもうキャンセル料ほぼほぼ全額発生する状態だと思うんですよ。その段階になってもまだイベントのチケットが販売されていない、イベントの詳細も発表されていない、まあ、これはちょっとおかしいんじゃないのかなということで、私ツイッターでこのようなツイートをして、まあ、皆さんどう感じているのかなということをね、まあ、ちょっと聞いてみたんですよね。そしたら想像以上のレスポンスがありまして、おそらくこの件に関して何かしら思うことがあるという方が多かったんだと思うんですけども、まずはですね、まあ、今回なかなかワイドエリア福岡の詳細が発表されない件に関して、まあ、皆様が一体どう思われているのかということをですね、まず紹介していきたいと思います。まずこちらの方からです。2ヶ月切ってチケット販売の話が出てこないので、残念ながらホテルも航空券もキャンセルしました。行きたいのは山々だし、チケット買っちゃえばもう行くしかないってなるんですけども、イベント内容も出ていない、チケットもないで7、8万飛んでいくのはなという苦渋の決断です。まあこうなりますよね。まず今回何が状況を厳しくさせているかというとですね、福岡の立地条件なんですよ。福岡はですね、まあ九州地方ということで、西日本の、まあ日本の端っこの方にある町ですよね。なので、まあ、かなり多くの方が飛行機を使って福岡にアクセスすることになるんですよ。特に日本の人口の3人に1人は関東地方に集中していますよね。まあ、関東から福岡に行くには、まあ、基本的には飛行機一択という状況なんですね。飛行機と新幹線のシェアが、飛行機がだいたい 93%、新幹線が 7% なので、まあ、ほとんどの人が飛行機で福岡に行くと。東北地方や北海道地方はもちろん、まあ、多くの地域はですね、福岡にアクセスするにはまあ飛行機ということになると思うんですよね。新幹線でのアクセスになると、まあ山陽地方だったり、まあ関西地方、それから名古屋中京圏ぐらいまでかな、だったら新幹線ということになると思うんですけども、まあ大半の地域は飛行機になると思うんですよ。通常料金で抑えているのは大丈夫だと思うんですけども、ただ通常料金の飛行機ってすごい高いんですね。羽田から福岡まで JAL や ANA だと普通に片道5万とかするんですよ。スカイマークでも3万はします。なので早めに予約された方はおそらく航空会社の各種早割を使ってお得に安く予約されたと思うんですよね。この早割を使うと羽田から福岡まで一番安くて、まあ、スカイマークを使うと1万ちょいで行くことができるんですよ。ただ安くなってる分変更が効かなかったり、それからキャンセル料がですね、早い段階から発生するプランがほとんどなんですよね。またですね、LCC 格安航空会社ピーチとかジェットスターを利用していく方に関しては、まあもうほとんどですね、もうキャンセルイコールも全額取られるみたいな、多分そういう設定になってるやつが非常に多いと思うんですよね。仙台の時はですね、日本で一番人口が集中している関東地方から、まあ新幹線だったりバスだったり自家用車で行かれる方がほとんどだったので、まあ飛行機に関してはね、あまり問題にはならなかったんですけども、ただ今回は飛行機を使って福岡に行く方が多いということで、もう現時点でキャンセル料が発生してしまうような方が、まあ、おそらく非常に多いのではないかと思います。なので
多くの方がいつチケットが販売されるんだと、イベント内容はどうなってるんだと、今めちゃめちゃ不安になっているということなんですね。実際僕に来たリプライでも、ワイルドエリア発表遅いですよね。私は観光業者さんに頼んでたんだけど、新幹線とホテルのプランキャンセルして日帰りにしたよ。そうですよね。まあ、キャンセル料が怖いんで、まあ、キャンセル、そして日帰りというね、まあ、安全策を取るという方もいますよね。まあ、この方は広島の方なんで、まあ、新幹線で行けるんですけども、でも広島の方でも、ちょっとキャンセルがね、安く行こうと思うと、ちょっとキャンセル料が絡むようなプランもあるらしいんですよね。キャンセル料1000円かかりましたが、キャンセルしました。もうキャンセルされてる方がいるんですよね。要はなかなかイベントの詳細が発表されないから、キャンセルでいいかな、みたいな感じになってると思うんですけども、もうすでにもう1000円のキャンセル料。いや、1000円。たかが1000円、されど1000円ですからね、もうすでにキャンセル料が発生しているという方がいる状況なんですよ。同じくそう思います。すでに全て予約してますので、これでチケット取れなかったらただの観光です。そうです。チケットが取れるかどうかっていうところを、まあ多くの方が心配されてると思うんですよね。遅すぎますよね。サポートに連絡しました。返事はないと思いますが、制限なしなんでしょうか。チケットの制限があるかどうかに関しては、まあ特定の会場がない。例えばシティソファリみたいなスタイル。要は福岡市全域でできる感じだったら、おそらくキャパシティは特に設けていないのではないか。もしくはものすごい余裕のあるキャパシティで設定されるとは思うんですけども、ただゴーフェスみたいにもし特定の会場ですね、公演とかでやるってなったら当然キャパシティが発生するので、まあチケットの枚数が制限されてくるんですよね。そうなってしまうと最悪宿と飛行機抑えているのにチケットだけが取れなかったっていう人が発生してしまう可能性があるので、まあそれが一番最悪の事態ですよね。その最悪の事態が、まあもし公演とかでやるのであれば、まあ起こる可能性は大いにあります。これ本当に起こっていい案件だと思います。実際自分のフレンドさんも行くのやめたりしてますし、有給や休み申請も早めに言わないといけない方もいらっしゃると思いますし、動画とか出してる方が言ってくれるのは救われます。詳細がなかなか発表されないことでも実際行くのをやめてるという方が何人もいるみたいなんですよね。しかも有給や休み申請、まあこれに関してはね、もう1ヶ月半前ですからね、そろそろ言わないとおそらく行けないという方も多いのではないでしょうか。内容すらいつまで経っても出ないままだし期待できないので、価格の高騰も一時シールで全てキャンセルしました。まあキャンセルされている方もほんと何人もいますね。そしてポケモン GO YouTuber の方からもご意見いただきました。ポケモン GO YouTuber さんのカワタックさんですね。ワイルドエリア福岡楽しみにしてましたが、いつまでも情報が出てこないので予定組もうにも組めないです。初めての試みでシステム面の調整がうまくいっていないのかなと感じますが、モヤモヤが残りますね。 YouTuber がいけない事態になってしまっている、これは非常によろしくないと僕は思うんですよね。やはりその地域のリアルイベントをですね、まあ僕もそうなんですけども、まあ多くの YouTuber さんが現地に行って、そして動画を上げて、より盛り上げていく、その現地のリアルイベントの楽しさをより多くの方に発信していくというのは、これはゲーム的にも、それから福岡市的にも、開催都市的にも、すごくいいことだと思うので、今年の仙台のゴーフェスなんかすごい経済効果出てましたよね。まああれは、まあ YouTuber さんの、こう、PR によるところも僕は大きいと思うんですよ。基本的にこういったイベントにインフルエンサーさんが参加することはプラスでしかないと僕は考えているので、そのインフルエンサーさん、 YouTuber さんがまあ今回ね、なかなか詳細が発表されないことでまあいけなくなってしまったというのは、まあちょっともったいない、いろんな意味でもったいないと僕は思います。遠方から来られる方はチケットの予約やホテルの手配をしなければなりません。3ヶ月前から情報解禁しろとは言わないですけども、せめてキャンセル料が発生しない日まで告知はしてほしいものですよね。ダイアン史上最も無能だと思います。今回はかなり厳しい言葉でね、これはね、言われていますよね。でも、まあ、これぐらい厳しい言葉もどうしても飛んでしまうような事態だと僕は思います。せめて内容くらいは教えてほしいですね。ダイマックスやってみてなんかあまり面白くないので、ダイマックス中心で野生なんもないだったら行くのやめたいし、今回のこのワイドエリアというイベント名なんですけども、原作にポケットモンスターソード&シールドにワイドエリアっていうエリアがあるんですよ。先日ですね、ナナンジャーマネから僕ソード&シールドをちょっと借りまして、そのワイドエリアプレイしてみたんですよ。そのワイドエリアというエリアの中に野生のポケモンももちろんいっぱいいるんですけども、基本的にメインはダイマックスレイドですよね。とにかくダイマックスレイドがエリア内にいっぱいあって、もうそこに行ってもうダイマックスバトルやって、もうダイマックスポケモンゲットしていくみたいな、そういう感じなんですけども、なのでまあワイドエリアというイベント名からしてダイマックスが何かしら絡むのはほぼ間違いないと予想されるので、まあダイマックス正直あんま面白くないなと思っている人にとっては内容すごい気になるところではありますし、まあダイマックス絡むなら正直いいかなと思って
ってしまう人もいますよね。で、すでに宿と飛行機を取ってキャンセル料が発生する段階の人は内容が発表されて、あーダイマックス中心か、じゃあいいや、あーもうキャンセル料発生するみたいなことになるわけですよ。これもね、もっと早めにイベント内容詳細を発表していれば、まあ、全然解決する問題だったので、全ては発表が遅いことが僕はいけないと思います。そうですね、どこで開催するのであっても遠方から参戦の方はです、休みを取るのだって大変です。大風呂敷だけ広げてイベント概要も出さない、チケットも販売しない、メイン会場を設置するのか、宿の場所によってかなり響く、もう言わない、ちょっと人としての常識を疑うレベルです。まあこう言われてもおかしくないことナイアンティックしちゃってると僕は思いますよ。怒り当然と思う反面、ナイアンにはもう騙されたくないと、関東ツアーの年のゴーフェス以降不参加の私はまたやってるわこの会社と思い続けながら、毎日無料イベントのみで十分楽しんでます。まあこんな感じで運営ナイアンティックに対するヘイトが、まあ今回の件でも着々とまあ積み重なってるのが伺えますよね。ゆうすけさんの意見に共感します。何か技術的な問題であり不都合な事象が発生しているのであれば、後日発表しますという行政の回答のようなアナウンスではダメだと思います。12月の香港やブラジルが先に販売されるというのもダメダメです。ナイアンティックの回答がちょっとテンプレ化してるところはありますよね。とりあえずなんか問題があったら補填しときゃいいやみたいな、そういう感じになっちゃってるので、まあ、非常によろしくない流れだと僕は思います。一方でですね、こういった意見もあるんですよ。僕はそれを覚悟で予約したんでしょうと思いますよ。ナイアンのアプリの初心者なら同情もしますけどね。キャンセル料が発生するまでは詳細を待つ、出なければキャンセルという選択肢だってあったはずです。チケット取れていない状況でホテル航空機の予約をする方にも非はあると思います。こういった意見に関してはまあちょっと厳しい言い方にはなるんですけども、ほんとおっしゃる通りなんですよ。ザ正論ってやつなんですよ。いくら運営の不手際が原因で文句を言ったとて、最終的には宿とホテルを取ったのは自分自身なんだから自己責任でしょっていうのが、まあ、やっぱ世の中のルールだと思うんですよね。なのでこういった意見はまさにおっしゃる通り、グーの根も出ない正論というやつだと個人的には思います。ただこれは本当に個人的な考え方なんですけども、ある程度人生経験を重ねている方だったらなんとなく分かっていただけるとは思うんですけども、世の中正論が全て正解とは限らないじゃないですか。今回の例で言ったら、まあ、キャンセル料が発生しましたと、まあ、結局それはあなたの、それは自業自得ですよ、全て自己責任ですよと、はいおしまいで、まあ、終わりなんですけども、ただあなたの自業自得自己責任はいおしまいと言われてどう思うかという話なんですよ。グーの根も出ない正論って言われた側は何の反応もできないんですよね。つまり感情的には負の気持ちしか残らないんですよ。なので確かに社会的なルールとしては、まあ、こういった意見間違ってはないです。ただね、それを言われてしまうとどうしても負の感情が残ってしまうので、まあ、それがやっぱヘイトの根源だと思うんですよね。物事を理路整然と語ることも非常に大事なんですけども、個人的にはやっぱ最終的に人間って感情の生き物だと思うんですよ。どんなに筋の通った正論も結局は感情が全て上書きするんですよね。人間とは不思議なことにそういう生き物なんですよね。なのでこれは僕の個人的な言いたいこと意見になるんですけども、まあ、要するにナイアンティックさんちょっとユーザーフレンドリーじゃないんじゃないというのが僕が今一番言いたいことですね。結局は自己責任、それは間違っていないです。それからナイアンティックのね、利用規約にも確かそういった内容のことが書かれていて、我々はそれに同意しているので、なのにそれに文句を言うことは筋違い、これは間違ってないんですけども、でもやっぱ感情的にね、ちょっとこれでキャンセル料が出てちょっと泣き寝入りしてくれってね言われた時の気持ちですよね。まあ嫌ですよね。まあ甘っちょろい考え方だと言われればもう本当にそれまでなんですけども、ただやっぱ本当に信頼される、まあ企業というか本当に信頼される人っていうのはやっぱね、人の感情をうまく読んで人の感情に寄り添える人がやっぱ真の信頼を勝ち得ていくと思うんですよね。言ってしまえば人情ですよね。ちょっと今のナイアンティックからは個人的にはそれを全然感じられないですね。なので多くの人がナイアンティックに対して不満を抱いているのは、まあそういったまあ感情的なところ、人情的なところなんじゃないのかなと僕は思っております。ナイアンなのかポケモン社なのか福岡市なのか福岡県なのか、とにかくわざと遅らせているとは思えない。遅らせるメリットは誰にもないんで、発表してから何かトラブルが起きているのでしょう。とにかく関係者の皆さん頑張って。今回の件で運営側をフォローできるとするならば、こういったことだと思うんですよね。要はまあ本来だったらもう現時点では発表できているんだけど、ただ何かしらのトラブルが起きてしまって発表できない状況になってしまったと。まあイベントにはね、やはりトラブル、全くトラブルなしで全てを行うっていうのはやっぱ難しいと思うので、まあ
しょうがないっちゃしょうがないと思うんですよね。ただそのトラブルが起きてしまったことに対するフォローがないよねというところで、まあ多くの方が苛立ちを感じているんじゃないのかなと思います。こういったトラブルが起きてしまったことに対していかにうまくフォローできるかということも、まあその商品ですか、まあゲームとかね、まあ商品だったり店だったり企業を、まあ、判断する材料にはなりますよね。いずれにせよ、もし何かしらのトラブルが発生してイベントの詳細を発表できないということでしたら、何かしらのフォローと、それから一刻も早いトラブル解決、よろしくお願いいたします。最後にですね、なんで今回僕この動画を撮ろうと思ったかというと、個人的に一番気になっているのは、まあ僕が把握してなかったらもうそれはそれで本当に申し訳ないんですけども、この問題に関して発信されているインフルエンサーさんがほとんどいないということなんですよ。まあ紹介した通り、すでにキャンセル料が発生してしまっている方もいます。行きたかったけど詳細がなかなか発表されないがゆえに行くことを泣く泣く断念された方も大勢います。そういった多くのユーザー、特にリアルイベントに参加されるような方は本当に熱心なポケモン GO のコアユーザーです。そういった方々がですね、まあ、悲鳴を上げていると。にもかかわらず、まあ、インフルエンサーさんがちょっとこの件について触れないのはちょっと正直どうかなと僕は思っているんですよ。発信されない理由は僕はよくわからないんですけども、とりあえずそういう状況になっているんで、だったらもう僕が発信してしまおうということで、まあ、今回動画を出そうと思いました。まあ、僕が発信したところでね、まあ、影響力はね、まあ、さほどないのかもしれないですけども、でも何かアクションを起こしたいとは思ったんですよ。そしたらね、この動画を出したことで、まあ、それを見た人が、ああ、俺もそう思う、私もそう思うってなって、ちょっとナイアンティックさんおかしいんじゃないのってね、まあ、そういった発信をしてくださる方がいるかもしれないので、なのでツイッターでは過去一怒っていいんじゃないかっていうかなり強い表現で言いましたけども、まあそういった理由ですね。個人的にはやはりおかしいと思ったことに対してはおかしいと言えないといけないと思うんですよ。まあたかが1ユーザーが何言ってんだっていう話ですけども、でもやっぱ今の状況は僕はおかしいと思うんですよね。なので僕はおかしいと発信しました。ここで今の状況はおかしいということを運営さんナイアンティックが分からないと、まあ、今後もこういった事態が発生すると思うんですよね。それこそ、まあ、熱心なユーザーが結局悲しい思いをしてしまう。それが一番僕はこのゲームにとって良くないんじゃないのかなと思うんですよね。今後そういった事態がね、発生するのはポケモン GO にとって非常に好ましくないことだと僕は思っておりますので、今回こういった動画を出して発信させていただきました。ちなみに僕に関しては、どんなイベントであれ、今のところ福岡には行くつもりでおります。福岡に行って、撮影して、そして福岡のイベントの動画を出す。それが僕の仕事だと思っておりますので、まあそれはやっておきたいなと個人的には思っております。ただ、今の状況だと、最悪チケットを買えないという事態がマジで発生しかねないので、そこは非常に心配ですね。もしそうなってしまった場合は、イベントの動画を僕は出せないので、まあそこはね、まあ個人的には、まあ非常に心配しているところではありますけども、まあなんとかチケットを買って、福岡に行きたいと思っております。ですので、もしまだの方はぜひこれを機にチャンネル登録していただきまして、その福岡の動画ですね、お楽しみにお待ちいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。そして今回僕のツイートに対して反応してくださった全ての方々に感謝申し上げます。本当にありがとうございます。まあこういった運営批判の動画に対して高評価お願いしますっていうのもまあおかしいと思うんですけども、まあもしよければ高評価、それから先ほども言いましたけども、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でよろしくお願いいたします。もう本当ね、詳細一日でも早く発表されてほしいですね。ではまた次の動画で、アディオス。